元ジャニーズ平野氏を戸辺遺跡で年収爆上げの舞台裏、ジャニーズ事務所の性加害問題が注目される中、元ジャニーズ事務所の副社長である滝沢秀明氏が設立した新興芸能事務所、戸辺。この事務所は、所属するアーティストたちに新たな道を切り開く機会を提供し、ファンからも注目を集めています。今回、戸辺のメンバーたちが、 極秘で集まり、新たなスタートに向けた決意を固めた瞬間を詳しくご紹介します。とべメンバーの極秘決起集会。8月20日、都内の高級中華料理店で、とべのメンバーたちとスタッフ、関係者が集まりました。この集まりは、所属アーティストたちにとって初めての食事会で、総勢2 0人ほどが参加しました。 滝沢秀明氏は、特別にお店の一部を貸し切り、メンバーたちに快適な雰囲気で過ごす場を提供しました。この食事会では、戸米のメンバーたちは親交を深め、お酒も進んで大いに盛り上がったといいます。この瞬間は、彼らの新たなスタートへのエールとなりました。戸米の遺跡、やめじゃに、からの新たな挑戦。 ジャニーズ事務所は、成果外問題に巻き込まれ、その闇が明るみに出る中で、戸部に移籍したアーティストたちは、新たな挑戦に取り組んでいます。戸部所属のインパクトオーズ、通称イムップ、は、8月18日にシンブル、クルージン、を世界同時配信し、話題を集めました。さらに、三宅県と平野塩は、 ソロ楽曲の制作も終えており、これから新たな音楽活動に挑戦する予定です。とべは、アーティストたちが海外デビューを目指し、個々の楽曲を配信していくプロジェクトを展開しています。さらに、三宅、平野、神宮寺由太の3人は、自身が社長の会社を設立し、売り上げや仕事に応じてインセンティブを受け取る仕組みを築いています。 この新しい契約形態により、彼らはかつてのジャニーズ時代をはるかに上回る収益を得ています。ファンクラブ会員費の一部も彼らに還元されており、トベへの移籍はアーティストたちにとって大きな成功となっています。トベの得意性、タレントに有利な契約。トベのビジョンは、タレントたちが自身の才能と努力を最大限に発揮し、 成功を収めることをサポートすることです。滝沢秀明氏はジャニーズ事務所の幹部としてギャラの少ないタレントたちを見てきた経験から、戸辺では売上や仕事に応じたインセンティブ制度を積極的に導入しています。インパクトオーズ以外の3人は実質的に戸辺と業務委託契約を結び、仕事に応じて収益を分配する仕組みを採用しています。 この契約形態はアーティストたちにとって非常に有利であり、彼らのモチベーションも高まっています。トべの一般知名度の上昇。トべは急速に一般知名度を上げており、多くのファンや支持者から注目を浴びています。滝沢秀明氏のビジョンに賛同するアーティストたちは、新たな舞台で自身の才能を発揮し、成功を収めるチャンスをつかんでいます。 ジャニーズ事務所を離れてトベに参加したメンバーたちは新たな挑戦に強いやる気を持っています。結論。トベのメンバーたちはジャニーズ事務所を辞めて新たなスタートを切り成功を収めるために全力を注いでいます。所属アーティストたちは個々の才能を最大限に発揮し国内外での活動に挑戦しています。 トベはアーティストに有利な契約形態を導入し、彼らのやる気を高めています。一般の注目度も急上昇中で、ファンからのサポートが彼らの成功に寄与しています。トベの未来に注目し、彼らの活動を応援しましょう。フォロー、いいね、コメントなど、彼らにエールを送りましょう。